皆さんこんにちは、鈴木久美子です。今日はショパン作曲子犬のワルツを演奏いたします。あっという間に終わってしまう短いワルツですが、ショパンらしいとても華やかで、そして軽やかな作品です。子犬がじゃれ遊んでいる様子を思い浮かべると楽しい気持ちになります。それではお聴きください。